ラ君いきます。私は防衛軍内一技を多く持つ、最も賢いとされるあなたとはいい勝負できると思うのよね。むむむ、これは昇華の術ですな。正解、でももう遅いわよ。受賞、昇華の術。虚構封じ、近くで見てきたからあなたの対策はできてるわ。あっぱれ、さすがは細胞、だけど同じ過ちは犯すことなかれ。念様いただき。わかるわけないでしょ。せっかちゃん、私は下がれと言ったのだけど。オーラがなくたって剣術は本物よ。ただ筋力不足をオーラで補ってただけだしね。そら、私ってか弱い乙女だし、オーラないと守られる系ヒロインだし、想像より筋肉ないのよ。何のアピールよ、私じゃなくてあなたのフィアンセにしなさいよ。相手が小さい時に目を離したら大変なんだから、まったく。そこにいるわよ、私の攻撃では致命傷にできないからさっさと倒してヘルナさん。あの子、あんな小さな的を平然と、オーラなしでもポテンシャルが高いのね。強いわけだわ。術法、滅災究極拳。さすが、安心できるコントロール。あら、本当に一体だけだったのね。しかも弱いし。油断しないで、各部屋に配置ってことは永遠と一体だけ倒しても倒しても出てくる可能性だってあるのだから。あ、ヘルナさんの言う通りだよ。再起動まで10分、ホロ待機モードに入ります。ヘルナさん、ちょっと芝居てくるわね。さすがホロ、全然当たらない、というよりホロモードってこんなところでホロ要素出してくるのね。調子に乗って勝手に前に出ない、今のうちに攻略を考えるわよ。確かめるのは大事でしょう。ラン、オンシジューム。動けない、これは大変だ。痛い、けど全然大丈夫。まだ690億、ガードは硬い、厄介だな。カナメくん、情報を共有するらしいからあまり最初にネタを披露したら後から辛いよ。そうは言ってもだ、俺とオウカのオーラ量の数十倍上、硬さもなかなかだ、俺たちが手加減して勝てるレベルでもないぞ。なら一旦退避かな、勝てないなら時間稼ぎをしながら出口を目指すか、次入ってきた人に情報を共有しないとね。あ、逃げた。さて、出口に行くにしてもここはどこか。来るよ。だが残念、敵に回り込まれてしまったようだ。逃げたら逃げたで休めねえ。嘘だ。今動きを止めようと能力を使おうとしたのに。あらよっと。一度見せた技の特徴を猛発したの。想像以上に相手の成長が早い。これが防衛軍隊長の実力なの。では私ができることは今のうちに出口を探して逃げる。退避を重ねるごとに絶望的になる。おそらく効くのも一度のみ。あとやせっかちゃんはこんな人たちと戦って勝ってきたんだ。実力差がはっきりとわかる。カナメくん、私がおとりになる。だから先に出口を探して。バカよな、お前をおとりにして助かるくらいなら死んだ方がマシだ。かっけー、一度は言われてみたい、そんなセリフ。大丈夫、おとりと言っても自己犠牲をするつもりなんてないから。むしろです、カナメくんがいると私がカナメくんを殺しちゃう。せっかちゃんの時には使えなかった太古人専用戦術。あれかよ、先に言え、危なくなったら東だ、いいな。で結局逃げるんかい、男の風上にも置けないねえ、僕紳士だから無傷でお届けするんだ。成功させろよ、少しでも遅れたら戻ってくるからな。オッケー、そっちにもホロドライいると思うけどそっちで死なないでね。ラン、パフィオペディラム。ねえ、目が離せない。効果は、利用、機械や意識を一定の範囲に無差別に発動する攻撃。なんて美しいんだ。ラン、アラノプシス。これで多少の時間はなんとか。でも致命傷になったわけじゃない。最大火力で吹き飛ばしたから少しの間は大丈夫だと思うけど。でもできる限りここでこいつを倒しておきたい。じゃないとカナメくんが休めない。革命専用のラン、これで最後アラノプシスで吹き飛ばす。ラン、カトレア。カトレアの効果は魔法無限霊力連結。私の無限霊力と魔力は別物。だけど霊力を魔力に変換することで魔法の火力を最大限まで上げる。ラン、アラノプシス。大丈夫。かなり無茶したけど、これで休めるはず。再起動まで10分、ホロ待機モードに入ります。たったの10分。あれだけ頑張っても、10分程度じゃこの消費は回復できない。こんな場所で動けなくなったら死んじゃう。これ以上無理に戦えない。どうしよう。水色もやしが姿見せた思うたら面白いこと言うやん。耳は下がっててよ、私がどうにかするから。さてと、さっさと終わらせるよ。子供相手か、お遊戯をする気は全然ないんだけど仕方ないな。あの世でパパとママを待ってなさい。あ、なんか過去一ヤバめ。はい、終わり、あっけないね。あれ、私のタナトスハンドが効かない。はっはっは、僕は能力で生まれたからね、命なんてないのさ。あっけなー。
もう少しで壁にぺしゃんこだったよー。なら次はうちの番やな。耳は子供だから下がってて、私があんなの食べちゃうんだからー。またうちの出番か。相場に支配。必殺コロモード。アイデンティティクライシス。ああ、私もスティア様も勝てないなら誰も勝てないや。耳、勝てないから出口まで歩くよ。死にたくないならついてきてー。あはは、まだうちが戦ってへんやろ。足でまといは黙ってみとき。新規ばっかい。さーて、鬼無双の時間だ。切り刻まれる準備はいいか。変だ、ホロモードになれば物理なんて当たんないもんね。来年支配、思念抜刀。ここで私もいろいろ見てきたからな。思念だけで思い通りの斬撃を出せる術を今、この場で、編み出した。せいぜい私にこの剣を震わせるよう努力するんだな。弱すぎると新規ばっかりした意味がない。耳、戦えたんだ。なんか語彙力も知能も高そう。新規ばっかり、すごい。再起動まで10分、ホロ待機モードに入ります。話にならないな。エテル、スティア様連れて次の部屋に行くよ。この姿は10分しか持たないの。その間に本命叩き切るよ。こっちに来て、今までの私にはなかった戦闘の知識を得た。ミガドルエデンにいた頃よりも今の私は強い。ほら、スティア様、耳が珍しく調子がいいから今のうちに任せておこう。ごめんねー、一応裏でもあればそれなりに戦えるんだけどねー。準備いいよ、先に進んでて。レッツラ、ゴー。よく見たら身長も高くなってる。鬼族って便利だね。そうでしょう、今の私、無敵だから。ゼミのリグアイも爆開してるね。ザコザコ、手応え感じないね。戦闘特化がいると楽でいいね。10分しか持たないけど、私たち獣族の方が戦闘向きなのに。私からしたらどっちも本能で動く種族らしいからどっちもどっちだと思うけどね。水色の焼きのつけ焼き、全然話にならないね。電脳支配で環境電磁波で位置情報をある程度出したけど、まだまだ遠いな。私の活躍が、そういえばスティア様、マップは、わからないから置いてきたよ。ミミちゃんはすぐに破り捨ててたけど、なんやだこの人たち、姿勢がなさすぎる。さて、次はどの方角、早く燃やし倒して一段落させるわよ。おもさ、ああ、世の中は残酷だね。耳が活躍できる唯一の状況なのにたった10分しか見せ場がないなんて、全員がドルエデンが泣いた。一回は、主がうちにオーラを毎度分けてくれたらもっと戦闘時間増やせるにゃ。やからうちは悪くない、主が悪い。忍者とか引きこもりとか、自分の人生がうまくいっていないのは親が悪い、みたいな言い分だね。どんな気持ち、あーしてくんな。純粋に気になっただけなんだけど、まあいいか。それより目の前のことをどうにかしないとだし。ミミちゃんの寿命、あと10分だね。短い時間だったけど楽しかったよ。ミッション使い、ちゃんと守らんかい。うちもあんたら守ったやろ。再起動まで5分、ホロ待機モード継続中。エテル、あとは頼んだぜ。と言っても私戦えないし、スティア様の相場に支配もあのホロドラには効いてないし、かかってこやー。勝てないのに煽らないでよ。10分、カナメ君は戻ってこなかった。私の判断ミスだ。プシュー、ホロ待機モード終了、バトルモードに移行しちゃうぞ。ヘルナさんの強さは安定しているからいいけど、いつまでこの状況は保つか。虚構迷宮内に居続けたいけど休めない。今はまだ体力があるけど、時間が経てば経つほど私たちが無事な確率は下がる。だけど出口に出たらマップと虚構迷宮内ルールを知れる人がいなくなって攻略が実質不可能になる。誰かがこの場に残り続けないと、もしくは外から応援が。この調子なら1日くらいなら問題ないわね。だけど相手も情報を得て慣れてくる。そうなれば私もどんどん追い込まれる。さすが隊長、厄介極まるわね。団長。ダメ、それ偽物。僕だって虚構支配持ってるんだよな。今まで使わなかったのはこのためさ。しまった。くたばれ。急に言ったぜ、ヘルナ。想像が一番やべえ匂いすると思って来てみたら銀を、ちょうどお前のいる場所に来れるとは思わなかったぜ。なんでわざわざ危険な場所に。やっぱりバカ。大丈夫ですか、オオカちゃん。間一髪でしたね。二人揃って危ない橋はあまり渡らない方が賢明ですよ。冗談でしょ、全然びっともしないんだけど。なんか、無事でよかった。メリアちゃんが助っ人で来てくれたんだね。安心だね。来るで来るで、どないすんや。何あれ。やったりませー。筋肉は繊維、筋肉は力、筋肉は美、筋肉は展開スピン、ワールド筋肉チャンピオン、これ。オーラメンション、ファイアーマンスルー。アッセイドにはシナリオになると思うなよ、昭和にもやせっこ。
聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。